毎度おおきにロビンです。はい、そんなわけでね、バトルフィールド2042というゲームをやっていきたいなと思います。初めてのゲーム実況なんで、ちょっと喋れんのかどうかもわかんないですけど、頑張ってやっていきたいなと思います。簡単に言うと、これはまあ戦争のゲームなんですが、いわゆる FPS 視点のシューティングゲームですね。まあ、顎マウントです。兵士が顎マウントしたゲームだと思ってください。ルールはブレイクスルーというルールで、攻撃側は拠点を制圧していき、防衛側はそれを排除していくっていうルールですね。簡単に言うと。攻撃側は兵士数に制限があって、制圧する前にそれを排除しきられると負けというルールになってます。 A1 と、ね、A2 と2つあって、2つとも制圧すると次のエリアに進めるという、まあ、おしくらまんじゅうの状態です。おしくらまんじゅう、まあ、そんな感じです。今回は PS5 版で、パソコンの方とね、一緒にマルチプレイやってます。なかなかやっぱ PC 勢がね、強くてうまいことできないんですけど、 PS4 やったらうまいこといったらそうじゃないですかね。とりあえずね、様子見てます。喋らんといかんから、あ、おっと、喋ってるとこういうことになるんですよね。あ、ありがとうございます。感謝する。兵士はボリスを使っております。セントリーガンっていうのを置ける特殊の能力を持ったって言うと変な言い方ですけど、まあそういうキャラクターですね。武器は MP3 です。 SMG です。ちょっと A2 に行きたいんですけど、ちょっと開けた場所なんでなかなか突っ込めないっていう感じですが、行きます。おっ、いましたね、やっぱり。助けはここではちょっと無理そうかな。スモークが、あ、ありがとうございます。スモーク&ソセー最高ですね。今下にミニマップあると思うんですけど、あの赤いと、あ、まあ青になりましたけど、あのこの範囲が、拠点のエリアなので、あそこまで入らないと拠点を取れない。で、今 A2 の上に8対2とか7対3とかになってますけど、あれが青表が僕の味方の兵士数で、喋りながらやってる場合ない。アシスト、ああ、全然喋れん。ありがとうございます。あざす、感謝しかない。今皆さん指差しスポットが BF に復活したんですよ。知ってました？長らくなかったんですけど、 BF1 と BF5 で指差しスポットがなくなってたんですけど、復活いたしました。あとピンも立てられるようになったんですよ。こういう、こんな風に。あそこ危ないよーと。1と5でやったんかな。あのね、右にある丘がね、ややこしいんですよね。あそこ押さえられると。とりあえず入っちゃおう。置いちゃおう。置いちゃおうねー。これは取れそうですね。取れました。どうですか皆さん、ついてきてます？意味わからないでしょ、はちゃめちゃすぎて。でもこのはちゃめちゃな感じの戦場感がバトルフィールド面白いですよね。まあ、いわゆるあのコールオブデューティーとかと違って、まあコールオブデューティーも最近あの広いマップできたんですけど、それとはまたやっぱり違う本家の広大なマップの戦場感
いいっすよね、いいっすよねって僕がいいんですけどね、いいと思いますね。なんちょっと入っていこうかな。左見て右見て、この辺がねややこしい。あ、入った。あ、後ろからやれましたね。おっと、どこで、えらいところにリスポンしましたね。自分で選んだんですけど、基本的に打ち合いしてるとこにはリスポンはできないんですけど、なんかの狭間の時に押したらいけるんですよ。痛い。あ、ありがとうございます。ごめんなさい、喋ってて何も仕事してないですけど。あ、おまう。カオン3ダンス、ありがとうございます。ちょっと逆からいこうかな。逆サイというか、おっとおっと、ダメ、ボイタロ。とりあえず、あ、いけるかな。ごめんなさい、ちょっと、ありがとうございます。さす、全然喋れへんけど、僕ちょっとゲームしながら喋るのむずいな。はい、アシストやね。適当に打つやつ。これ適当が意外とね良かったりするじゃん。ほら、投げといて、予想がないの。あ、入ってきたね。あざっす。あー、クソエイム。ありがとうございます、ありがたい。蘇生めっちゃしてくれるやん。あ、間違った。ちょっと妖精させてもて、レンジャーを。あの犬型のロボットがね、援護射撃してくれるんですよ。あ、いた。あざっす。あ、いるね。危ない。撃つ。そしてもう一回。あ、危ない。はい、あざっす。いるよっつって、あの人をやりたいけど、あざっす。 C1 取りたい。そんなことより C1 取りたい。はい、入りました。 C1 取ります。基本的にね、経験値とかレベル上げて言うとエリア確保が一番経験値取れるので、昼よりもエリア確保を優先した方が吉です。あ、今いましたね。その辺、そこの裏に隠れてるかな。遠くまで、あ、違うところにいた。取らせていただきながらキルして、痛い。味方へ、ザス。ちょっと皆さんに敵を駆逐していた、あたーだいて敵を始末した。取れましたね。 C1C ともに取れたんで、次のセクターに移ります。ここはね、100円が1個だけなんで、なかなかごちゃごちゃするんですよ。痛い。あー、やばい、不用意でしたね。お、さっきからこのビリビリさんがめっちゃ蘇生してくれてる。あ、分隊の人なんや。
ん、違うか、違うわ。あ、じゃあ分隊の人、分隊長ですね。この左下の緑色の文字が、分隊4名で、星ついてる人が分隊長で、分隊長の命令、まあコンクエストとか他のルールだと結構重要になってきます。長えの、こめえの、どこやろ、適当にどうしようかな、もったいないな。でもやめとこう。あ、いけるか。おい、とりあえず撃つの大事ですか。これちょっと高台になってるんでね、打ち下ろしの方が有利なんでと言いながら、あ、痛い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 、危なかったですね。セントリーガン置いといて、ちょっとエリア入らしてもろてね。はい、蘇生も、ああ危ない、これはでもいけ、ああ無理か、いらん蘇生はせん方がいいんですよ本当はね。でも僕は蘇生してほしい。ありがとうございます。危ない危ない、ちょっと今なんかあの光ってる光源が見えたと思うんですけど、あれスナイパースコープの光が反射してこっち向いてるっていう意味なんですよ。あ、でなのであれが見えたらちょっと身を潜めないといけない。取れましたね、僕が死んでる間に。じゃあ次行きましょう、次の拠点に行きましょう。次がね、ちょっとね、危ない、痛い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 、ちょっと痛い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 、こんな外周でこっそり行こうとしてるの、ちょっと鳴りを潜めて、ほとぼりが冷めると待ちながら進みます。200m 先やとね、2メモリ下を合わせて撃つと。当たりましたね、もう一発。大体これでね、まあ戦車の兵庫を買いつつ、痛い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 、味方が拠点に入りやすい環境を作ると。そしたら戦車乗してもね、 E2 ね、 E2 かエコーですね。 A がアルファ、 B が A、 なんだかな、 B なんだかな、 C がチャーリー、 D がデルタ、 E がエコーですね。あ、ブラボーか B、 多分あのアルファベットの伝え間違いを避けるためにそういう言い方するんですよね、確か。 B とか D とか C とかね。ちなみに F はフォックス、フォックストロット、 G はゴルフですよね、まあ、時代によって言い方変わるらしいんですけど。ちょっとセントリーガン犯してもらって、ちょっと僕は何をすれば、怖い怖い、適当に撃つ、いただきやす。両方からねちょっと来られてるんで、サイド変えて逆かからいいかな。はいはい、援軍頼む。あ、昇進した、危ない、痛い痛い痛い、昇進に、昇進に目がくらんで死ぬっていうね。ちょっとや、あ、ありがとうと、またビリビリさんありがとうございます、ありがたい、ほんま蘇生ありがたい。ちょっと置いてね、蘇生すると減ってるポイントが減らなくなるので、減ってるポイントが減らなくて無効になるんでね。今263ですけど、まあ、あの数字が減らなくなるんですよね。
とうございます。あれ死んじゃうと減るっていうことですね。死亡不定になると数字が減るんで入れそうかな。来ます。どうでしょう。ありますね。行った。なんで置いといて、最後になんかあーす。終わりましたね。ジジイということで、ジジイって言うてみたかっただけなんですけど、グッドゲームですね。はい、そんなわけで勝利いたしました。こんな感じでね、今後ゲーム実況やっていけたらなと思いますので、皆様よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。毎度お気にロビンでした。ありがとうございました。